次に福田昭夫君、はい、委員長。民主党の福田昭夫でございます。まず私からもですね、先ほど柳井委員からですね要望がありましたけれども、栃木県も今回ですね梨などに大きな被害が出ておりますので、ぜひ万全な対応お願いをしておきたいと思います。今日は一般質問だというので、栃木県でですね今行われております前代未聞の2つの裁判、エコシティ宇都宮というですね、会社をめぐってですね、一つは栃木県知事が宇都宮の市長を訴えている、もう一つは栃木県知事がオンブズマンから訴えられていると、こういうですね前代未聞の事件がありますので、そのことについて農水省も関わっておりますので、農水省がですねやっぱりどんな対応をしてきたのかとも含めてですね、この問題がその先にですねどんな問題が潜んでいるのかということも含めて正してまいりたいと、このように思っておりますので、ぜひ簡潔にご答弁をお願いしたいと思います。まずエコシティ宇都宮について最初ですね、この農水省のバイオマスの輪作り交付金を受けたエコシティ宇都宮の事業の概要についてですね、その申請者、事業内容、総事業費、そのうち国庫交付金はいくらなのか、そうした概要についてまずお答えをいただきたい。農林水産省針原食料産業局長。エコシティ宇都宮の事業概要でございますが、この事業は平成17年度の事業でございます。予算名はバイオマスの輪作り交付金でございます。事業費が8億2258万5000円で、国庫が2億6000万8000円ですね、2億6000万でございます。補助率は3分の1でございます。事業主体は株式会社エコシティ宇都宮でございます。この事業は、県市を通す間接補助事業でございまして、補助金の交付は国から栃木県、それから宇都宮市、それから事業主体に払われております。事業内容は生ごみ、事業系の生ごみを処理をして堆肥を作るという内容になっております。1日50トン、年間1万5000トンの処理能力を有する施設として、補助金が交付されております。福田教君、はい、委員長、このエコシティ宇都宮の代表者は誰ですか。しばらくお待ちください。ちょっと時間かかりすぎだね。さっき止めて。農林水産省針原食料産業局長。失礼いたしました。代表取締役が2人おりまして、岩本勝夫、唐木正信、両名でございます。福田昭夫君、はい、岩本正夫、唐木正信、この2人が代表ということですね。それではですね、これがエコシティ宇都宮が創業を開始したのはいつかと、でそれどれぐらい創業していたのかと、で創業停止の、理由は何か、これ簡潔にお答えいただきたい。農林水産省針原食料産業局長。施設の稼働はですね、平成18年の8月1日に稼働を開始しております。機械の不具合がございまして、平成20年の10月に施設稼働を停止いたしました。従いまして2年2ヶ月の創業ということでございます。福田昭夫君、委員長、そうすると停止の理由は機械が不具合だったと、こういうことですね。はい、じゃあ会計検査院に今日は来ていただいておりますので、会計検査院に お聞きしたいと思いますけれども、会計検査院はですね、平成19年、20年、
21年とですね、それぞれ2月にですね、3回もですね、このエコシティ宇都宮の検査をしておりますけれども、その検査の際にですね、この設備等がいかにその不十分でですね、施設が回らないんだと、そのようなですね、判断ができなかったのか、施設を何回も検査をしてですね、動かない原因、そうしたものが分からなかったのかどうか、お伺いをいたします。田代会計検査院事務総局第4局長。お答えいたします。会計検査院では平成20年2月に株式会社エコシティ宇都宮への交付金の検査を実施いたしております。そしてエコシティ宇都宮が行った事業も含めまして、全国で20の道県の60のバイオマス施設整備事業につきまして検査したところ、このうち8事業におきまして、食品廃棄物の分別等に対する意識の注意喚起が十分に行われていないというような事態がありましたので、バイオマス資源の受け入れ量が十分確保できていない事態が見受けられたところでございます。このような事態の発生原因としては、農水省が都道府県等に対して事業実施の必要性にかかる審査等の具体的な方法を示していなかったことなどであると認められました。したがって、農水省に対しまして、事業実施計画作成時等の早期の段階において、その後の問題点への対応策を検討して、施設の利用率の向上を図るよう求めたところでありまして、その検査結果を平成19年度決算検査報告で掲記したところでございます。会長福田昭雄君。そう、検査員が検査したところ、計画が非常にずさんだったということが分かって、そのことを農水省に指導したと、こういうことでよろしいですか。返事してますけどよろしいですか。はい、田代会計検査院事務総局第4局長。今お答えいたしましたとおり、平成20年の検査におきましては、このエコーシティ宇都宮が行った事業も含めまして、全体で60の事業を抽出いたしまして検査したところでございます。でその際の共通の問題点というところを先ほど、ご説明した問題点を指摘したところでございまして、その共通の問題点というものをとして、事業実施計画作成時などの早期の段階における対応が重要と考えまして、都道府県における補助金審査の充実などを求めたところでございます。委員長福田昭雄君。わかりました。審査が甘かったという指摘ですね。それでは次にですね、この補助金等の適正化法第22条に基づいて財産処分申請したのはどなたですか。農水省にお伺いいたします。農林水産省針原食料産業局長。経過を申し上げますと、平成23年5月12日でございますが、エコシティ宇都宮が当該事業についての財産処分申請書をまずは宇都宮市に申請しました。翌日の5月13日に宇都宮市長が栃木県知事へ、財産処分申請書を申請します。同日、栃木県知事が関東の政局長に対し、補助金適正化法第22条に基づく補助対象財産の処分にかかる承認申請を行っております。はい、福田昭雄君。はい、委員長、今回のようにですね、今回は栃木県あるいは宇都宮市が財産処分をするんじゃなくてですね、担保権者が担保権実行によって実は処分をするんですよね。でこれはまさにこの適化法に基づく処分じゃないんですけれども、それでも財産処分が必要なんですか。農林水産省針原食料産業局長。その処分のきっかけはどうであれ、処分を伴うわけでございますので、補助金で作った施設を処分するというためには法令上22条に基づく申請が必要になります。委員長福田昭雄君。国の方としては許可が必要だということですけれども、許可がなくてもしかし裁判所で処分されちゃうんですよね今回は。
これはですね、裁判所に、競売の申し立てが担保権者から行われましたから、処分許可がおりようとおりまいと、実は裁判所によって、この財産は処分されてしまう。したがってこの法律にこの今回の財産処分をで処理するということが適切だったかどうかという問題が実は出てくるわけであります。農水省はですね、今回この財産処分を許可するにあたって条件をつけたわけですが、国庫補助金の残額相当額を返すようにという条件をつけたわけですが、それは誰に条件をつけたんですか。それは有効だと思いますか。農林水産省針原食料産業局長。関東農政局長は平成23年5月17日に補助金適正化法第22条に基づきまして、栃木県知事に対しまして財産処分の承認を行いました。その際、栃木県知事に対して国庫補助金相当額の納付を条件として付してございます。この際、栃木県はこの財産処分の承認の際に付された条件に基づいて平成24年2月15日に補助金相当額である1億9659万円を国に納付しております。この22条に基づく承認はそれぞれの行政庁の判断に基づき行われる行政行為でございます。その行政行為に伴って補助金送付額相当額の条件を納付を条件として付すことは可能であると広く解釈されております。はい、福田昭夫君。委員長、ですね、話を聞いているととてもとてもですね、これは裁量行政の典型と、法律で規定していないものを基準で変換させるというんですから、これは裁量行政そのものですよね。こうした話は、地方分権地域試験を進める中であってはならないと、こういう流れがあったわけでありますけれども、とてもおかしな話だなというふうに思います。でそれでですね、この適化法22条はですね、返還義務については何も規定してないと思うんですが、どうですか。農林水産省針原食料産業局長。補助金適正化法22条にはその補助金の返還についての規定はございません。で別途補助金の返還についての規定がございますのは、この適正化法ではですね、17条による交付決定の取り消し、18条による補助金返還命令により行われるという別途の規定がございます。でしからばどちらの規定を適用して補助金の返還の行為を行わしめるかという、そういう問題でございます。本件の場合は事前に栃木県と関東農政局との間で補助金相当額の納付について、合意が実質上成立しておりました。補助金適正化法の17条18条に定める取り消し返還命令という手続きを踏む必要がないと判断されたため、22条に基づく承認行為に条件を付す形で補助金の納付を求めたものでございます。なおこのような扱いとしては農林水産省におきましても、実質この場合は県との実質合意がございますので、そういう場合においては通例行われている場合がございます。その一つの理由としてですね、18条の命令をかけた場合と条件を付した場合、万が一ですね、万が一納付期限を過ぎた場合の利息に少し違いがあるということもございまして、こういう扱いが行われていると承知しております。委員長、福田昭夫君。はい、今局長から答弁ありましたけれども、この適化法が求めているのはやっぱりですね、補助金の返還については10条と17条による取り消しと、そして18条による返還命令という手続きを法律としては予定しているんじゃないでしょうか。22条でお金を返させるということについては全く規定していないんじゃないでしょうか。それにもかかわらず財産処分で返したということは、
栃木県知事はですね、返還義務がないのに1億9600万もの大金を自主返納したというふうに言われても仕方がないと思うんですが、どうでしょうか。農林水産省針原食料産業局長。一部繰り返しになりますが、22条そのものにつきましては補助交付金の返還、補助金の返還については直接の規定はございませんが、承認を行うにあたって、国庫納付の条件を付すということは通例、認められているわけでございます。で、その条件の中身でございますが、行政行為の条件、法律用語で負担と申しておりますが、期限を付したり負担を課したり撤回権を留保する、そういうようなことがございます。この負担を課すということの中に国庫納付も含まれているということで、そういうような行政上の慣例といいますか例が行われていると。でその背景には先ほど申しましたとおり、県との間で合意があるか、その場合に仮に納付が遅れた場合の利息がどうなのかということでございます。いずれにしてもですね、補助金で作った施設が補助目的どおり機能していない、それは納税者の目から見ればやはり、どのような形であれ返していただくというのは私どもとしてはどのような手段になるかということでございますが、必要なことだと考えております。はい、委員長。福田昭雄君。ということは法律に基づく返納じゃなくて、あくまでもじゃあ財産処分に伴う自主返納だったと、こう考えてよろしいですか。農林水産省針原食料産業局長。行政行為に基づく負担、いわゆる条件付け、に伴いまして、一応義務がないのにということでございますが、その時点で義務が発生しております。従いまして、この場合平成24年1月27日、関東農政局は栃木県に対しまして、当該財産の処分価格にかかる国庫補助金相当額、1億9659万円の納付命令を行っております。これに基づきまして2月15日に栃木県はその全額を納付したという経過でございます。はい、委員長。福田昭雄君。それはおかしいんじゃないですか。私の手元にですね、関東農政局の指導に基づいて、栃木県の農村振興課が打ち合わせした資料があります。エコシティ宇都宮の競売改札の実施についてというですね、打ち合わせの資料がございます。そこを見ますとですね、国から指示があったと。で、宇都宮市や あれですねエコシティ宇都宮とかですね、いろんなところと打ち合わせをして、でそこで指導事項が3点あってですね、その3点目がですね、エコシティ宇都宮が資金提供者との契約ができない場合、まあ、最初から言っておきますかね、エコシティ宇都宮の事業継続に向けた指導支援を続けていくこと、1つ2つ目、エコシティ宇都宮からの事業中止の届出をいつまで待つ考え方とするのか検討を踏まえたスケジュールなどを作成すること、3つ、エコシティ宇都宮が資金提供者との契約ができない場合は自主返納の可能性を検討すること、とこう書いてあります。そしてさらに今後の対応案、競売改札日が決定され今後対応すべき事項は以下の通りだということで宇都宮市と協議をしております。一つはですね、財産処分の制限、適化法22条、この場合には目的外使用のため自主返納を行うと書いてあります。で、エコシティ宇都宮には資金がなく自らによる国への自主返納は限りなく不可能である。宇都宮市は市ごみ処理基本計画にエコシティ宇都宮を位置づけ本事業の計画策定を行うなど深く関与していることから宇都宮市からの資金提供による自主返納を行うと。この場合自主返納額は約1億4300万となると、こう書いてあります。でさらに先ほど、
局長ははっきり言いませんでしたけれども、例えば17条の決定の取り消しに基づく返納をするとなると、補助金返還額は約 4億400万円から、さらにですね、宇都宮市による事業継続を行う場合には、再事業額が約5億3600万円かかると。この3つの選択の中から、どれを選んだらいいかっていうんで、一番安い、この目的外使用、自主返納を選んだんじゃないですか。どうですか。農林水産省、針原食料産業局長。手元にその事実経過を書いたメモは持ち合わせておりませんが、いずれにしてもですね、その自治体との合意に至るまでの話し合いの中でですね、事業をまず継続する道を探り、その場合、それができない場合にはですね、一番ベストの解決方法を探って、そういう話し合いが行われたものと推察されます。その結果、合意ができた段階で今度は法律の解釈論として、承認にかかる条件付けが行われ、その条件付けというのは、一つの契約行為でございますので、契約に基づく義務が発生し、それに基づく、納付命令というものが行われる、そういう経過ではないかと思います。はい、以上。福田昭雄君。私も栃木県から返す金ですから、それは一番安いのがいいとは思いますけど、しかし問題は考え方が違う。要するに義務があって返したんじゃなくて、財産処分の目的外使用で、財産ので自主返納した、ここが問題なんですね。ですからそこはね、後でまたやりたいと思いますが、次にですね、栃木県知事はそうするとですね、そうした返還義務がないのに国に自主返納して栃木県に損害を与えたとして、オンブズマンから、訴えられているわけであります。またですね、栃木県知事は宇都宮市が返還すべきだとして、宇都宮の主張を訴えているわけです。このエコシティ宇都宮をめぐって2つの裁判がこれ同時に行われています。こんな事例は他にあるんですか。農林水産省、針原食料産業局長。市町村がですね、都道府県に対する補助金納付を拒否して、それが要因となって、このような訴訟に及ぶという事例は、全部を調査しているわけでございませんが、承知しておりません。委員長。福田昭雄君。はい、それで先ほど申し上げたように、栃木県知事が宇都宮の市長を訴えると、補助金県がですね、国に1億9600万返したもの、宇都宮市が返せとこう訴えているわけですよ。これですね、そうすると宇都宮市はですね、栃木県知事に対してどういう財産処分申請書を出したか、それここに持っておりますが、それを読むとこう書いてありますよ。処分の予定年月日は平成23年5月24日、返納予定額は先ほどの金額、そして返納方法も書いてあります。株式会社エコシティ宇都宮に対し弁済を求めていくと。破産法に基づく破産等会社整理手続きが進んだ場合には、一般債権者として配当要求を行い、配当額をもって返納することとすると、こう書いてあります。こうした財産処分申請を知事は受け取っておきながら、農水省に対しては自主返納しますよという、こういう財産処分申請書を出したんですよ。宇都宮市長との間で、宇都宮市長は返さないと言っているのですよ、自分で。自ら返さないと言っているのに、きちっと業者から返してもらってから返すと言っているのに、そういう財産処分申請書を知事は受け取りながら、農水省には違うよと、条件付き返すよと、こう返しているんですが、それちゃんと把握してましたか。農林水産省、針原産食料産業局長。冒頭申しましたとおり、これは間接補助事業で、国と県とのまず話し合いが行われ、その県はですね、
地元の実行体制がきちんと整っている、そういうことを確認した上で申請が行われております。私ども県との話し合いの中でですね、そのような合意が成立するわけでございますので、まずそれを信用するといいますか、重視する立場にございます。その上で県と市の関係につきましては、今係争中でございますので、その事実関係を含めてですね、今この場で私が何かをコメントする立場にないことをご理解いただきたいと思います。会長、福田昭夫君。それではもう一つですね、重大なことがありまして、このエコシティ宇都宮はですね、設計施工が悪いとして、つまり機械が動かない不具合なのは設計施工業者が悪いとしてですね、その業者から損害賠償金を受領しているようですけれども、それ承知しておりますか。その額はどのぐらいなのか、承知していればぜひお答えください。農林水産省針原食料産業局長。平成20年10月の操業停止の原因は、堆肥化設備の不具合ということでございました。このプラントを作った業者は、富士重工業株式会社でございます。株式会社エコシティ宇都宮に対して瑕疵に基づき賠償金が支払われたと承知しております。なおこのエコシティ宇都宮はその資金をもとに改修工事を行う予定だったと承知しておりますが、それが改修工事ができなかったということでございます。金額につきましては民間事業者間の取引でございますので、私ども承知しうる立場にはございません。委員長。福田昭夫君。それはおかしいんじゃないですか。せっかくですよ、2億6000万もの国の大切な税金を出しておきながらですよ、再稼働させるための今、ね、事業を再整備しようとしてるんでしょ。その時の資金がどこから出てるのか、そこを確認しないでどうして指導できるんですか。もう一度答えてください。農林水産省針原食料産業局長。栃木県との話し合いの中で、その賠償額の概算については私ども聞き取っておりますが、あくまでもこれは民間ベースの話でございますので、その金額を申し上げる立場にはないということでございます。委員長。福田昭夫君。そりゃおかしいですね。そのどうやってじゃあこの事業を再開させようとするんですか。大体ですね、実際再開せずにですよ、このエコシティ宇都宮は倒産しちゃったんですよ。でしかもそれにもかかわらずですよ、賠償金をいくら受け取ってんだかわからないけど、賠償金を受け取って設備をですね更新しようとしたのに、そのお金を受け取っておきながら工事はやらずに倒産をしてしまった。で国に対する1億9600万国交付金は返さない、二重取りじゃないですか。これこのエコシティ宇都宮はそのことに対して農水省が知らん存ぜぬじゃないでしょう。どうですか大臣。大臣に聞いてんですよ。局長いい。農林水産省針原食料産業局長。民間同士の話についてこういうところで述べる立場にないことはぜひご理解 していただきたいと思います。改修工事につきましては、改修工事に一度は着手いたしましたが、その途中で資金繰りが厳しくなり改修工事を休止したということを、現地から報告を受けている次第でございます。はい、以上。福田昭夫君。それはおかしいですよね。だって公金が無駄になっちゃうんですよ。1億9600万、もっと先行けば2億6000万中ですよ。国の大切な税金がですね、パーになっちゃうんですよ。それを承知しておきながら、それを発表できないというのはおかしいですよ、基本的に。ねえ、ここでやっててもしょうがないから先行きますけども、それは後でね、しっかり情報公開請求しますから。次にですね、エコシティ宇都宮は資本金が9700万円と大きく、とてもですね、簡単に倒産するような会社とは思えないんですが、
これはですね、やっぱり先ほど会計検査院からの指摘があったように、計画が非常にずさんだったのではないか、あるいは事業主にですね、問題があったのではないか。このエコシティ宇都宮というのは何人ぐらいの会社だったんですか。それ把握してますか。農林水産省針原食料産業局長。資本金等につきましては把握しておりますが、従業員数につきましては申請書には記載されておりません。会長。福田昭夫君。とてもですね、まあ8億2000万もの事業をですねやれるような会社ではもともとなかったんじゃないですか。その会社がですね、資本金がこんなに大きいのはどこからいただいたのか分かりませんけれども、しかしですね、まさにずさんな計画を持って、この事業に取り組んだと。で、このエコシティ宇都宮の代表者とですね、栃木県知事の関係はご存知ですか。農林水産省針原食料産業局長。承知しておりません。はい、委員長。福田昭夫君。はい、ぜひ栃木県知事とこの唐木正信氏との関係をよく調べてください。非常に別婚な間柄だと伺っております。でしかも一時は私設秘書じゃないかと言われた時もあると、そういう関係があるそうでありますので、ぜひですねよく調べてみてください。ホットな情報 JCA ネット、そういうのがですねネットに出ておりますけれども、そこで裁判費用、大いなる税金の無駄、エコシティ宇都宮、市と栃木県の裁判決着と、こういうのが載っています。これ読んでみますとですね、県は市に対して請求を続けているが拉致が明かず、知事と市長が話し合った結果、互いに税金から裁判費用を支出して裁判で決着しようということになった。この二人は税金を何と心得ているんだろうかと書いてあります。でさらに下の方行きますと、補助金ブローカーというのが出てきましてですね、こうしたリサイクル施設に対する補助金にはほとんどの新施設建設施設に補助金目的の補助金ブローカーが介在、補助金が折り次第がっぽり持っていく、2割が相場ということになっていると。そのためほぼデタラメな施設が出来上がったりずさんな計画だったりする。申請が必ず認可されるように申請書を作成するプロのコンサルとして介在する補助金ブローカーは機械代金から指定の機械メーカーからキックバックさせたり、コンサル料として多額の現生を事業会社から取る、その一部は相談した議員たちに、もう裏金として支払われる。補助金ブローカーには議員崩れが多いのが特徴と、こう書いてございます。これは私じゃないですよ。ここにネットに書いた。ですから、よもや、このエコシティ宇都宮の件が、こうした件であってはならないと、まあ、私も思っておりますので、ぜひですね、農水省としても、しっかり大切な国民の税金が2億6000万パーになっちゃったわけですから、ぜひですね、今後とも調査をしていただきたい、こう思っております。まあ、今後ですね、またさらにこの問題、私も追及していきたいと思ってますから、しっかりですね、調査をしていただきたいと思ってます。あと残り時間が、あと5分ぐらいありますかね、あと5分ぐらいありますので、あとの時間は、TPP への参加についてですね、大臣からご所見をお伺いしたい、このように思っております。まずですね、大臣には、この衆参両院の農水委員会の決議について、農水大臣としてどう受け止めていらっしゃるのか、お伺いをいたします。委員長、林農林水産大臣。お答え申し上げます。
今委員からお話がありましたように TPP につきましては先月この衆議院の農林水産委員会また参議院の農林水産委員会でも農林水産分野の重要5品目などの生育の確保を最優先することなどが決議をされております。この委員会決議については、総理もですね、国会で述べておられますように政府として重く受け止めて国益を守っていくためにきちっと交渉に当たっていきたいとこういうふうに考えているところでございます。委員長。福田昭夫君。私もですね、突然運良くといいますかね、この環太平洋パートナーシップ協定交渉参加に関する県の決議を行うとき急遽この農水委員会のメンバーになりまして賛成の起立をさせていただいた一人としてですね、ぜひ農水大臣には何としてもね、この決議の内容が守られるように頑張ってほしいなというふうに思っております。と申しますのは最近ですね、麻生総理の答弁をね、各委員会などあ失礼、安倍総理が、ごめんなさい、安倍ですね、間違えてしまいました、安倍総理のですね、答弁をちょくちょくですね、委員会で伺っておりますと、どうも安倍総理はね、トーンダウンしてきて、確実にトーンダウンしてきて、それは、正義なき関税撤廃がないということは、その通りだと。しかし重要品目などについては交渉の中で決定すると、もうこういう答弁が多くなってきたんですね。ということはこれね、安倍総理もう一歩引き出したなと私思っておりまして、安倍総理これは危ないなと実は思ってるんですが、その辺ですね、林農水大臣がですよ、安倍総理の方がちょっと背は高いかもしれませんが、大臣の方が体重はありそうでありますから、ぜひね、総理を抑え込んでもね、こういうこういう決議が守れないような TPP には参加しないと、そういう決意をですね、お伺いできればと思います。林農林水産大臣。ありがとうございます。私少しダイエットしましたので体重は少し落ちているかもしれませんが、しっかりとやっていきたいと思っております。で、多分安倍総理がおっしゃっているのはですね、この共同声明を2月の首脳会談でやっておりまして、でここの中に例の一定の農産品には我々センシティビティが存在するということを書かせたわけですが、その同じ段落に両政府は最終的な結果交渉の中で決まっていくものであるからと、でこれが要するに一方的にすべての関税を撤廃することがあらかじめ約束することを求められるものではないことを確認する、こうつながっているものですから、その部分のことをおっしゃっているんだろうというふうに思いますが、一方で3月15日にTPP の交渉参加表明されたとき以来ですね、日本の農と食を守り抜く、また棚田とかそういうものを含めた国柄をですね、しっかり守り抜く、こういうふうに、あらゆる機会に総理もおっしゃっておられますので、しっかりと私も大臣としてこの先ほどお触れになっていただいた委員会決議を重く受け止めてですね、対応してまいりたいと思っております。福田昭夫君。委員長、ぜひ林大臣には期待をしたいと思っておりますが、非常にですね、アメリカというのはしたたかな国だなと思っておりますが、我が国の寒河江大使ですかと、このマランティスというアメリカの USTR の代表代行ですかの間に、手紙のやり取り、書簡のやり取りがありましたけれども、4月12日にですね、その中にはお互いにですね、センシティビティがありますねというのは確認しているようでありますけれども、しかしマランティスがですね、米国に対する、ご承知だと思いますけれども、米国に対する発表の中ではですよ、本日ですね、マランティス米国通商代表代行は米国が TPP に関する日本との二国間協議を完了したことを発表しました。この発表した文章の中には残念ながら同じ日に発表しておきながらこのセンシティビティがあるということは一言も書いてないんです。むしろ日本の政府がですね、すべての品目オールグッズすべてを交渉の対象にすることを認めたと書いてあるんですよ。同じ日にですよ、今年の4月12日同じ日に、まさに二枚舌もいいとこですよ。これね私部門会議で外務省の課長に正しましたけど、課長は
こんなことを言ってないと、何としてもこれとは違うって言うんですが、じゃあちゃんと抗議しろって言ったんですけど、抗議もしないんですよね。だから非常に危ないですね。ですからぜひですね、時間も終わりました、過ぎましたので終わりにしたいと思いますが、これですね、もしかしてですよ、このままそれこそやられっぱなしでいったらですよ、何年後になるか分かりませんが、それこそ10年後にですね、関税は全部撤廃、関税はゼロ、非関税消費も撤廃、アメリカの標準並みになってですよ、日本の国がですね、疲弊したときには安倍内閣は飛んだ内閣だったというふうに歴史に残ることになります。そうならないようにですね、ぜひ頑張ってほしいと思います。以上で終わります。